君は最後の声を聞いたか。今死のうと言っているのはの時間がないんだ年を焦っているのはのおよそ2000億の脳細胞が死のうよと言っている。君の意識は脳が全てか。君は細胞の声を聞いたか。子孫を残し続けてゆくマシンとして作り出された。君の六次腸この叫びが聞こえるか。その細胞の一つ一つに宿る地球生命誕生以来生き続けてきた40億歳の遺伝子が生まれてまだせずなの君の脳に語っているラジオの周波数に中脳を合わせてみないか。彼らは永遠に死ぬだと言い続けるわけではない。彼らは誰よりも君の良き理解者だ。どんなに優しい隣人よりも君のことを分かってくれている人生の先輩たちが君の脳は今君の脳のことを考えてでも400グラムの君の脳にもし砂粒ほどの隙間がまだ残っているなら最後の声に DNA の声に声にアンテナを立ててみないか。彼らの声は非常に弱いかもしれない。弱いんじゃなくて周波数が少しずれている。回せレボルバーの代わりにチューナーを聞け。